スペランカーのお悩み相談のコーナー、はい、今週もやってきました。今週、先週も来週もないけどね。スペランカーのコーナーとか言っときながら、隣でミルム先生がちょっとすごい笑いをこらえてる感じで、ちょっとお便り読んでみましょう。神奈川県にお住まいのペンネーム山潤さんからです。息子の酒癖がひどくて困っています。毎晩一升瓶を一本開けちゃうぐらいのかなりの酒豪でございまして、それは大変ですね。とても困っています。一体どうすれば息子の酒癖が治るでしょうか。ちなみに息子は3歳ですだそうです。このペンネーム山潤さん、お前バカだろ。ここでコーナーが終わっちゃった。奇跡的にありました。神奈川県にお住まいのペンネーム山潤さん。同じじゃん。いつくみ。息子がヘビースモーカーで困っています。息子がもう毎日タバコ一箱開けて困っています。タバコ一箱をむしゃむしゃ食べます。どうすればいいか困っています。スペランカーさん、どうすればいいか教えてください。このペンネーム山潤さん、ですね、タバコを毎日一箱食ったら、さっきのもそうなんですけど、死ぬと思います。悩むのですね。まあお墓でも建ててあげてください。っていうか山潤さん、お前やっぱバカだろ。さあそこでミノム先生が締めると思います。締めの言葉どうぞ。お前死んじゃったから。普通に後ろでビアプリ作ってるしね。すごい策だこれ。もうガサガサ言ってるもん。すごいうまそうだもんやつが。ちょっとミノム先生もまで食ってる、もう食いたがってるし、もうなんなのこれ。うわ食ってるよ。すごいうまそう。ちょっとください。うまい。